お世話になります。ひとりでございます。2020年9月29日に冠の雪原の情報が公開されました。別の動画で公開された情報の全体像をまとめましたので、この動画では登場するポケモンだけに絞って考察していきたいと思います。ポケモンについてはそれほど真新しい情報は多くないのですが、今回は冠の雪原に登場するポケモンについて考察しつつまとめていきたいと思います。まずは一番気になる新ポケモンについて見ていきます。新規のポケモンはヤドキングのみでした。これもすでに公式で登場すると言われていたので、情報としては完全に新規とは言えませんけどね。でも見た目については完全新規みたいなもので、ワクワクはするでしょう。頭に噛みついてるシェルダーの目がヤドキングの目みたいになっていて、遊び心ある秀逸すぎるデザインですよね。緑の部分がおできみたいに見えますが、でもそれが逆に狂気のようなものを感じさせてくれる気もします。で、進化方法についてですが、詳細は公開されていませんが、ガラルヤドンがヤドラーに進化した時のように冠雪原の特殊なアイテムを使って進化するという感じで以前言ってましたね。ヤドランはガラナツブレスで進化したので、次はピアスとかかもしれませんね。すいません、適当です。なお公式サイトではガラルヤドキングは不気味な呪文という現時点では専用技を覚えると書かれています。エスパータイプの特殊技で相手にダメージを与えた上で、相手が最後に使用した技の PP を3減らす技ということで、あれどうなんでしょう、微妙。特性は奇妙な薬で、バトルに登場すると味方の能力変化を元に戻せるということで、ダブルバトル専用みたいな感じですかね。私はあまりバトルはやらないのでわからないですが、シングルでのバトルではあまり使い勝手は良くなさそうな気もします。ただ見た目が強烈にいいので許しましょう。あと一応新規とは言い切れないものの、新情報なのは巨大マックスメルメタルでございます。こいつはなんと配布も行われるという太っ腹のポケモンです。ただこいつの情報ってもうずっと前からリークしていたんですよね。なので個人的に新しい情報という感じはしませんが、公式的には一応新規ポケモンの発表なのではないでしょうか。地味にヤドキングはビジュアル以外気質でしたから、完全新規という意味では本当はこいつだけかもしれませんね。まあスマブラで見たことあるような気がするので、どちらにしろ初めて見た気はしませんけどね。それでは次は今回判明した新しく登場する過去作のポケモンについて見ていきます。まずは今回明らかに強調されていたカイリュウでございます。カイリュウについてはツイッターでトレンドみたいになっていて、やはり600族は人気で、私もすごく嬉しいです。次はユレイドルです。ユレイドルが出るってことはアーマルドもおそらく出そうですよね。さすがに片方だけってことはないですよね。で、次はガチゴラスです。でも改めて考えれば、先ほどのユレイドルの理論でアマルルガがもともと判明してましたから、出るのは当たり前だったかもですね。次はメレシーでございます。こいつに関しては特に言うことがないです。ある意味で言葉にできない、ラララララララ。そして最後はタブネです。こいつも特に語ることができないです、私の知識では。これで全部だと思います、多分ね。他のポケモンについてはすでに今までのムービーで映っていたと思います。なので実際新規の情報は結構少ないんですよね。あとはすでに伝説は全て出現すると言っていたので、出現して当たり前だろうがバカ野郎この野郎と思うかもしれませんが、カプ系も登場が確約されました。こいつが来たらすぐにランクまで禁止ポケモン行きになりそうな気もするんですが、有識者の方々いかがでしょうか。実はこれでもう最新情報は終わりなんですよね。なので次は今回の放送で登場した情報が奇質だけど新ポケモンを改めて見ていきましょう。サクサクいきますよ。バドレックス、ガラルの姿のファイヤー、サンダー、フリーザー。フリーザーについてはフィールド操作画面で飛んでいく姿が映っていたので、ワンチャン金銀時代のワンちゃんたちみたいに追いかけ回す説あるかもですね。いや今そんなめんどくさい仕様にしたら炎上するからありえないですけどね。でもゲットの仕方にはかなり癖がありそうです。真面目に考察すると、多分追いかけるけどチェックポイントがあって、そこを全部行けば絶対に追いつくとか、そういう仕様かもですね。でレジエレキ、レジドラゴ、こいつらは前の動画でも考察しましたが、ダンジョンで仕掛けを解いて昔のレジ系みたいにゲットできるでしょうね。はい、じゃあ次は今回の放送で登場した情報が奇質の新しく登場する過去作のポケモン。いやいやこしいや、まあ、とりあえず見ていきましょう。ブーバーン、玉ざらし、あとここなんかちっこいの映っていますよね。何かわかる人いますかね。私の知識では全く想像つきません、すみません。次はニドキング、チルット、チルタリス、ブルブルしてるクロバット、激横プンプンガブ、あ間違えた、ガブリアス、メタグロス、レジアイス、レジロック、レジスチル。このレジ系についても洞窟にいるっぽい出現の仕方や今までの情報から考えて、ダイマックスアドベンチャーとかではなく仕掛けを解いたりして出てくる可能性が高そうですね。まあ、多分レジドラゴとかをゲットする前に出てきたりするのではないでしょうか。まあすごく雑な予想ですけどね。でアブソル、アマルルガ、ニドリーナ、ここから
からは伝説系でまあ全部出るんですが、放送時に出てきたのを一応まとめておきましょう。ジガルデ、パーフェクトフォーム、クレセリア、スイクン、ランドロス、ラティアス、ファイヤー、レックザ、ルギアとヤラレ役の鳳凰、映像では小柄に見えるおもちゃみたいなグラードン、登場がかっこよすぎのギラティナ、ガラルファイヤーとキャラが被ってるイベルタル、ディアルがユクシー、あとはすでに剣盾で使える伝説もこれからゲットできるようアピールのためか放送時に出ていました。キュレム、ミュウツー、ゼクロム、ソルガレオ、なぜ連れ歩きで登場させたか意図が読めないビリジオン。はい、じゃあ次は今回の放送では映っていませんでしたが、気質の冠の雪原に登場するポケモンをご紹介します。ジーランス、フリージオ、ボスゴドラ、エレキブルで、あとはここまで紹介したやつの進化後とか進化前とかでございます。映ってないやつは意外と少ないですね。地味にほとんどが映ってたってことですねじゃあ最後はおまけがてら、全然もろに気質だけど放送時に映っていたやつ、残り3つだけご紹介して終わりにします。飽きるほどに知ってるのに PV でやたらと強調されているモスノー、超完璧に擬態化しているクレベース、ピオニー